そうそう。どうも、トメンテニスチャンネルのトメンです。MJ です。はい、今回は僕たち、軟式ラケットを持っております。はい、で、真ん中に、今日一緒にコラボさせていただきます。なんと、はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。ポケテニスのお願いします。よろしくお願いします。ポケットお願いします。ありがとうございます。でかいな、2人とも。でかくない俺もまあまあでかいんだよ。でかいな、というわけで、はい、公式テニスのチャンネルをお邪魔させていただきました。軟式テニスと代表させていただいて、公式テニスのチャンネルにお邪魔させていただきました。お願いします。よろしくお願いします。はい、ポケットウィズさんは、チャンネル登録50万人、人気の動画は1200万回再生。その他にも、ヒット作多数の人気 YouTuber さんです。でもそんなね、公式の人たちなんか全国レベル特記しますけど、そんな簡単なもんじゃございませんよ。でもね、軽くいける気が。いやー、まあそんないける気しますけども、僕はビシバシガシゴシどしどしちょっとしごいていくんで、まあそんな簡単にできると思いませんけれどもね、はい、ちょっとそれの成長ぶりをちょっとね、はい、見ていただければと思います。はい、ぜひ皆さんも楽しんで見てください。では行ってみよう。はい、お願いします。公式の人はサーブが速いの知ってますけれども、軟式の公式はそれをオーバーハンドサーブわかんないけど、なんか上から打つサーブ、これは共通だと思うんで、まずはね、これをね、打っていってしまいまして、もうソフトテニスの人の楽しさを触れていただこうかなと思うんで、ちょっと見てください。見たこともない、ある。おー。自分の中でもあれでもまあまあ7割ぐらいの感じですけど、まあでも大体あれがね、ソフトテニスのいわゆる上からのサーブってやつなんですけど、なかなかね、まあでもね、こうした人がこんなすぐ打ってねできるか、まあまあちょっと打ってみないとわからないという感じなんで、ちょっと未知数初めてですもんね。公式の全国の人がね、こんな果たして打ってみたらどうなるのかっていう検証みたいなね。そうですね。まあまあ空振りなんかしちゃったらちょっとね、それはもう使っていただきますよ。そしたら空振りなんてね、それはもうあります。そしたらもう使っていただきます。そしたらもうぜひ2人の人なんか公式テニス具合をね、まあ異文化交流、せっかく軟式と公式の人が集まったんで、ちょっと打ってみてもらって、どんな感じになるのか見てもらえばと思います。はい、じゃあお願いしますよ。ここからいきますよ。音がね、ボールパンがそうですよ。あんな音なんの？俺の知らない音で撮ってこれ僕、切れるって切れんのと思ったら切れそうですね。えぐっ。確かにちょっと変わってみます。お前入ってないからね。あんな音なんの？これでも彼は元サーブ結構遅い。ああ、じゃあダメだ。じゃあ編集的に最初にやったから話になんない。話にならない。いきますね。無理や。無理や。無理ちゃう。マジで。ナイスサーブ。やれるテニス。おじさんが。うしょ触れてないのに。俺は多分2年やってもあんな早くなんないです俺が教えてほしいよ、あのサーブの力。これ動画の伝わりますかね。もうね、色かえぐっ。多分軟式テニスより多分テニスやめたかったよこれ何えぐっ。結構なレベルですか。いやいや、あれ打ったらもう多分もう公式やめた方がいいよそれちょっとあんな音なんの。こんなくっつくからね、こってちょーって言うよね。俺がサーブをしてほしいよ。こうやって握ってる。え、こうやって握ってる。いや多分ゴリゴリのインスタント握りなんじゃないかな。テニス多分軟式ちょっとセミインスタンみたいな感じで、確率重視だから、どっちかっていうと。なるほど。すごい速いサーブっていうよりも、だからこうちょっと回転かけてこう。なるほど。えぐいよ、あんなサーブ。おい、やめろ。ちょっと、お兄さんのサーブ見て、もう一回ちょっとイメージ。もう肩壊れてるから、いつも。3分の1ぐらいの速さしかないけど3分の 1? ロジックで言うと軟式って確率のサーブだからあんまガーンっていうよりも確率だから回転をしっかりかけて入れようみたいな。なるほどなるほど。多いからはいはい、まずしっかりとセカンドも遅いしね、しっかりとこう回転競技のスポーツだからしっかり回ってだからでもこれじゃないし、あっ入らなかったけどああいう回転競技のスポーツだからどっちかっていうと、ああいうサーブで殺しに行くようなサーブは見たことない。なるほど、あれで決めちゃダメだと。逆にもう一回見せてもらっていいですか、あの裏サーブ。あ、なるほどやっぱ命かけてますねこれも。軟式でもしああいうサーブ打たれたらレシーブ簡単なの。いや、うわーってやるんですよ。うわーってなるんですか。そうなの。でもこれみたいな人がしたらテニスやめるよマジで。待って、彼この人 MJ とか来たわ。じゃあちょっと打ちたいと思います。いきます。どの番打点がたっけ。おお見てる人も多分テニスも多分やめるみたいな。過去テニスみんなやめた今。俺たちはいだってだっけ。飛ばないですか。確かに。飛ぶけど。なんどうやってこと教えてていいですか。何それ。なんか飛ぶってより前にこう音がなんか違うなんか全然。もう一回打って。握りどうなってんのそれ。これね、テニスのでもいいかなでしょ。はい。ちょっと得意 MJ。ちょっと得意っす。ちょっと得意。おお。ここにやめますけど。早えな。ちょっとインター入ってる人早えよ。面白いですね。面白いです。スマッシュも卒業。俺がマッシュのことはもう何もない。これテロップで200キロって書いておこう。そういうわけでもうさすがの早すぎるよもうやめたくなったもん。これがねソフトテニスの力というかなんかね公式の人はやっぱりねソフトテニスより早い。これは分かったけどね。分かってましたけども、まあでも多分逆に僕らからも教わるもう勉強になるのがあったんで。多分何回も動画見たもんね、本ばっかりも多分続出する。逆に公式でしたね。いやもうでもやっぱ公式の人って多分ねそれを追求したからあのスピードと速さが出るわけだったわけだから、やっぱねあれはなんかね軟式にない技術文化だと思うんで、逆にソフトテニスの人はね公式の人のサーブとかね盗むと思います。絶対僕らより速い。うまいこれはうまいです。でも多分軟式のも多分公式より多分ある意味多分なんか長けてる部分があると思うんで、それはなんか僕らの動画なりなんか吸収してもらえばなと思うんで、これをいい部活をルンタマではないでしょうか。はいはい、そういう質問ありがとうございました。いやもう2球しか打ってないけど肩こうない僕のね肩の負傷があってもちょっと長くはなかったんですけど後半打ってなかったです朝一であんなだけ打ったらいい方ですけど、いい方使ってるなんだったら編集で2倍速処理ます一緒ぐらいになるかもしれない。そうしたら一緒ぐらいになる。ちょっと遅くなってさ、あと音テニプリント音とか使ってこうバキューンみたいな超加工して、そういい音にしてほしい。はい、ちょっと楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ともやチャンネル、テニスチャンネルちゃんのファン。はい、よろしくお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。では今日はここまで。バイバイ。バイバイ。